最後の1台空いてたんだ。じゃあバルブレーブとかやっちゃおうかな。春です。新之助でございます。やってきましたコンコルド清水大曲店は3月の16日卒業シーズンでございます。非常に春めいたね、今日は静岡県清水区で19度まで気温が上がるということで非常に過ごしやすくなってありがたいことですね。僕花粉症なんですけれども、お薬を飲んでるおかげでも全然平気ですね。ちょっと目が痒いぐらいなんで、皆さんも花粉症で悩まれている方、しっかりお医者様に行ってですね、皆さんに合ったお薬を処方してもらうと非常に健やかにこの春を迎えられることができると思いますので、おすすめでございます。ということで今回、忍び魂さんが2日後に導入を控えてます。3月16日でございますから、思う存分僕の好きな機種を打っていきたいと思います。引いた番号が43番、あいにくのからくりサーカス番長ゼロは取れなかったんですけれども、バルブレーブ最後の1台っぽいやつに座れましたんで、バルバカをお届けしていきたいと思います。もうバルブレーブはおそらくこの先3年4年はホールのメイン機種であり続けると思いますんで、しっかりとバルブレーブの向き合い方ですね、これをね再確認していきましょうじゃないですか。はい。でモチベーション高いのにも理由がありまして、先日万枚を出しました。そのあたりは実践しながらお話していけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。頑張ります。さあ、それでは久しぶりのバルバカ行ってみたいと思います。いやー久しぶりだなあ。バルト、食い物持ってね。私のお菓子でよかったら。まあ、先日3月の11日ですか、4ヶ月ぶりに万枚出せましてね、バルブレーブで。でまあ、おそらく上45、6角は出たんですよ。で5、6はあったんじゃないかなと。45セット消化して15回腹切りドライブ来ましたんで、やはりバルブレーブは設定に準じた出玉性能ではありますね。はい。でまあ僕個人的に前回がですね、バルブレーブのなんだったら6あった台を打った後になりますんで、まあその挙動と比較すれば意外とこの台あるかないか察することはできるんじゃないのかなっていうのをテーマに据えて打っていきたいと。1回これマックスまで行きましたけど、まあ上でも1回くらいはマックスまで行ってしまう。でただそれが出たタイミングがやっぱり AT 終了後なんですよね。最初のモードが A だったよねっていう。でその後はまあ順調にモードアップしていって、チャンスゾーン間のハマりがまあさっさと速くなっていくっていう印象を受けましたね。なんでこの台もあまりそのチャンスゾーン間でハマってほしくないっていうのはあります。とりあえず最初の赤200ゾーンで当たってチャンスゾーン来てくれるとホッとはしますよね。ああこれで大丈夫。急に急上昇、期待度急上昇。ああもう大丈夫。さあ200ゾーンで刺さってくれます。投資が7000円。じゃなかなかリプレイ近くっていうのがないんで、挟んで転廃すればほぼリプレイ。やめて。いやーダメ、やめて。この微妙な気持ちよね。
あ、ちょっとこの時点ちょっと慌て始めるよね。はい、リプレイ。はい、してるぜ。OK。あるぜ。あるぜ。あー、いいね、いいよ。まあこれバルバカですけどね、何事もというか全てのパチスロにおいてうまくできたら褒めてってあげないとダメだよね。危ない、ちょっと全然15万役引けない。もうホールド欲しいなこれな。もうナビ10回以上、13回足りてないね。やめなしですよ。前回と前回満枚出た高設定との比較っていうのをテーマに据えてやってますけど、その前回の台はとにかくね、序盤で7揃い革命ボーナスしか引かなかったんですよ。もう決戦ボーナスってあるのっていうレベル。もう何だったら6連続決戦じゃない、6連続革命ボーナスみたいな。でまあおかげで投資もそれこそ今日と同じ7000円でずーっと遊べたんですよ。でまあそうなると当然超革命にはいかないのでミミズを疑うわけです。ただチャンスゾーンはしっかり対応役で当たってるし、革命ラッシュを3回通せない自分の引きの弱さだと思ってやってはいたんですが、回転が10時で4時間経ったところでいよいよチャンスゾーン1枚役で AT 当選してしまったんですね。あ、これはすごい難易度の高いミミズなのかって思ったのもつかの間、次通した時に超革命入ったらそれが伸びに伸びて、でまあ腹切りに腹切りを重ね、で結果ミミズではなかったんですけれども、今来たこの最初ファーストボーナス赤7揃いっていうのはすごく勇気をもらえますよね。勇気をもらえますよね。お、ちょ珍しくない？今噛みつきのある日で噛みつき入んなかったんだけど。ああ、そういうこと。なるほどですね。これはちょっといい挙動だぞ。前回満枚出た、まあ、5か6挙動と比べてみても全く遜色ないです。ほぼ似た挙動です今のところ。これ弱者じゃ当たんないから言うても。よしよしよしか、まあよしよしだね。総投資で17,000円。あ、まずいね、これはまずい。508ゲーム投資17,000円、3枚数的には今800枚弱か。であるなら7揃い。ちょっと危ないですね。あかん、まあまあいいか。よし、そうだろう。ああ、もう、お高設定挙動ね、高設定挙動なかなかないっすよ。なかなかないっすよ。これありますね。ミミズじゃないといいんだけどな。一枚役で当たっちゃったんだよね。
では参りましょう。クラッシュ。オーケー、セクシーセクシーいただきました。まあ、今僕拙いバルブレーブレーキでございますけれども、私のこの台のミミズ期待度は 33% ぐらいあるんですよ。ちょっとミミズじゃなくありたいんで控えめに言ってるんですけど、なんだったら 50% あってもおかしくないようなところとなると自力で通すしかないんですよね。レア役を引いたりして。おお、やるよ。お母さん、お母さんこの台やるみたいだよ。うん、やったね。後ろ向きだったか。いつもみたいに通す。あっくっ、どっちだと思う。ミミズ。俺もミミズだと思うわ。いや、一枚役で通っちゃダメよ。うん、さあ死さ一発。まあ、あるよな、この台設定。やってんのか、清水。やるな。金枠、金枠、うん、もう、モードはいいっすね。はい、総投資が1万9000円。100ゾーン9万。さあ、熱いぜ。いやー、危ねえな。やっぱり将軍チャレンジ、将軍チャレンジ。あれー、あー、もう金枠、金枠、うん、あー、ちょっとチャンスの速攻15枚役ちょうだい。共通。あー、はい、投資3万1000円ですね。頼む頼む。あー、あかん、あかん。ちょっと待って、これ天井も見えるんだけど。あ、しまったよ。これ確実に一枚役だよね。これ一枚役だよね。やっぱりか、やっぱりなのか。2回目ね。で、革命ボーナスね。
残り8はだいぶうまいね。76枚お得。よし、3回目。やるしかねえ。いやー厳しい。次一枚役で当たったらもうやめるわ。2回一枚役で当たって、前回ミミズじゃなかったんで、はい、挙動的にはすごく今6割7割に迫る勢いだと思うんですけど、ミミズ期待とかね。でも前回5、6確定の台で万枚出した時は、回転してから4時間半、5時間経ってから、あれ違うじゃんってことに気づいたんで、最近多いんだよな。1月ぐらいに取ったバルバカでも、あーもうミミズだミミズだとか言ってて、結果ミミズじゃなかったこともあるし、あのミミズ警察のサムネのやつですね、はい、あれもだって回転して4時間5時間経って、あ違うじゃんみたいな。うん、いや2ゲーム遅れたな。あ大丈夫だ、また200のゾーンだ。いやーすごいね、このチャンスゾーンを、そしてアキラルン、このチャンスゾーンを管理しているモード、素晴らしいですね、動きは。ダメですね、ついにもう確定の絆アタック、もう確定ですわこれ、もうこんなもん、こんなもん確定っすわ。いやこれもう文字通りムーですわ。はい、絆アタックはもうミミズの象徴みたいなとこあるんで、ねえ赤揃って、よし揃って、たらもう自力だわ、自力で腹切るしかない。要は1枚役の V 揃いでのもう400、500乗せとかやって、もうそれしかない、俺が生き残る道は。よし、このホールの当選はでかいな。ちょっとよしよし、ナイス、このレアクも外れろ、うーしうーし、このホールド当選でかい、ナイス、あーナイス、うん、4回かちょっと足りてないけど、多分当たってくれてるだろう。
セクシー、レッツゴー、トゥモロー、トゥモロー、トゥモロー。違う違う、あ、ちょっと待って、今レバー入れるつもりないから、俺本当に、今レバー入れるつもりなかったから、逆に無我の境地を期待したけど無理だったね。今リプレイリプレイって言ってスイカーって思ったけど、いやさすがにミミズだな、これはこれはやめていいかな。ちょっと感動の分来ねえかな、あと3ゲーム。このゲーム、感動のフィナーレが来ました。やったぜお母さん、俺の引き、いやでも引き弱くはないと思うんだよね、だって3万1000しか使ってないわけだし。さあ展開的にはもう前回というか、まあ、収録はしてないんですけれども、僕がほぼ56っていう台で万枚出した時とほぼ一緒、1枚役での当選が1回だけ多いだけこの台で、まあ一説にはね、引き戻し66ゲーム以内の引き戻しが出る台はミミズじゃないなんていう説もあるにはあるんですけど、僕全然ミミズでもあると思うんで、まあいろんな意見があるとは思いますけれども、これでミミズが否定されたかというと僕はそうじゃないと思ってますんで、もう新種のミミズがすごいじゃないですか、最近発見例が、後ミミズとか途中ミミズとか単なる被害妄想じゃねえかって噂もあるんですけど、もうひたすら V ゾロしないかどうかだけチェックしてるから、なぜなら革命分岐を狙っているから。じゃあこうやってもうね、ナビなしの時にしっかり1枚役の V ゾロい狙ってると分かるんですけど、まあ来ないよね V ゾロいって、ほら全然よし。さあ革命分岐狙い、明鏡止水エアーで、違うでしょ。違うね。もっとふわっとね、エアーだけにふわっとね、なんだったら空にふわふわ浮いていってしまうようなイメージ。違う、早い早い早いよ、早い。お前何してんだよ。あーびっくりした。おいピピン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 言えよ、ピピン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 言えって。お前上はあんだろ、上じゃないのっていうか、ん大丈夫この台ね、大丈夫ミミズみんな首ひねりで首かしげね出したよ、うん、じゃあはい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 、
だよお前、何してんだよ。おかしいな。ああ、ああ、おい、もう楽しい。バルブレイブ超楽しいんだが、なんなのこの歌。え、ミミスじゃないの俺絆アタック何あれ引き。いや知ってるよ、アキラルンでも15枚役で当選することぐらい。うん、え、ちょっと待って、超楽しいんだが。違うでしょねえ、もう。ああ、早いんだよね、ちょっと強いんだよね、そんで強いの、うん、すごい強いの分かんのよ。ああ、どうなの分かんないよね。今ようやくサマイストントンになった。1400枚でしょ。ちょっとやめにくくなっちゃったよね、逆に。ただサマイスでプラッタってわけでもないんだよね。そのサマイスの調整をしたって考えると、いや、もう考え出したらきりないよね、本当に。だ、要は俺が革命分岐引けなかったのがダメなわけでしょ。あ、大丈夫。ついに来た。はずれ、あー、くそ、あー、くそ。おい、まあ今日これ見れたからいいや。うん、ああ、ダメだ。ああ、やばい、ついに追加投資。ああ、やっぱミミズか幸せだな俺、3万円でこんだけ遊べたら幸せだ。ああ、来たね。これはまあだいぶ対応役なんだよね。よし、スペシャルテンパイオン。さあ、通して1500枚取って終わりか。OK、レッツゴー。あー、ダメだ。あー、お礼します。パンチアウト、 This is パンチアウト。 OK、でまあ、設定的にはとても便利な呪文あって4だと思いますので、捨てて4って思えばいいかな。あー、でも結局終始水面下だね。サマイス1500枚ミミズですね、はい、そう納得してやめることにします、66で。バルバカ久しぶりに打ってきましたけども、まあ最終あって4なミミズっていう判断でいいんじゃないでしょうか。ミミズっていうものがそもそもそのサマイスを出さないために仕組まれたものと仮定した場合に、その1500枚出て1500枚出なくて1500枚で、ほら調子悪いとミミズで2000枚マイナーとかいう台もちらほら見るじゃないですか。だからまあそれに該当してるんで、終わってみたらすごくストレスはなかったんですけれども、まあ終わってみたら、
なんだかなっていう終わり、打感で終わる。まあでも仮にそのミミズっていうもの自体がないってされるんであれば、まあまあ自分が弱いんだよねっていう。また次回ですね。楽しかったんで。でまあバルブレイブ1台すごい腹切りしまくってる台あって、でからくりが本当終始良かったですね。僕の左の台は5、6間違いないと思います。終了画面本当2分1以上で出てたん でそれ以外の台も非常に回数ついててですね、羨ましい限り、僕が最後の最後で抑えられそうだった最後の1台もしっかりサマイスプラス3000枚と安定した3000枚を刻んでたんで、一撃じゃなくてね。でそれがやっぱ番長ゼロ吉宗、相変わらずですわ。6のつく日だったんですよ、今日16日だったんでね。8のつく日結構お邪魔すること多いんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなと。まあ次回は8のつく日、4月28と5月の18かね。そっちはどっちも8のつく日なんでね、ちょっと人も多くなりそうですけれども、頑張りたいと思います。ご一緒できる方はぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。